お願いします。おはようございます。資生堂ハンドインハンドコール。てかみんなこれ見える？電話線付きのやつ。久しぶりすぎじゃない？元気そうだった？こんにちは、はじめまして、ケミオと申します。はじめまして。その感染経路は分かってるんですか？結論は分からなくて、あ、自分が本当になるんだっていうのが、自宅に帰ったら衣類ですとかカバンは消毒したりですとか、はい、あ、そこまで、まあ、割とやっているつもりではいたんですけど、そういう風に気をつけてなってしまうんだなっていうのは本当に。私だけ隔離ホテルの方に、やっぱりその子供と会えないっていうのが一番辛かったですね。ビデオ通話とかされてたんですか？子供からはパパ大丈夫、もう少しで帰るからねっていうような、あの会話を。寂しい思いしちゃいますもんね。味覚嗅覚がない状態が大体2ヶ月ぐらい続いて、はい、2ヶ月ですか？その自分がその感染されてる時に、あの不安だったことって？おばあちゃんにうつしちゃったかもしれない、それで心配になって電話かけた時に、あなたが元気になってくれれば私はそれで幸せだよって言ってくれたのがすごい心に残ってます。あ、でもおばあちゃんすごい優しい言葉をかけてくれたんですね。あの最後にはなるんですけど、もちろんあの感染予防しながら、そのやってみたいこととかってありますか？コロナになっていろいろ経験したからこそ、同じようにコロナに困ってる人を助けたいなっていうのはすごく思っていて、自分の大切な人を守れるように行動するってことはすごい大事なことかなっていうふうには思ってます。同じ気持ちです。はい、ではあの今日は本当にあの貴重なお話を、あの本当にありがとうございました。あちらこそありがとうございます。はい、これからもあの気をつけて。はい、さようなら。失礼いたします。実際にそのコロナに感染された方の声を自分でこう生で聞いてみると、やっぱり私たちが一番できることっていうのは、日々その感染を予防に努めたりだとか、できることをちょっと少しずつやっていって、あのみんなで協力していけたらいいなっていうのをすごい思いました。だから手守り習慣、手洗いの場合はしっかり洗って、消毒液の場合は一番下まで一押ししてなじませる。どちらも最後はハンドクリームでしっかりケア。対象商品の利益を医療現場のサポートのために寄付します。みんなも手守り習慣続けてこう。シェアしてね。お願いします。おはようございます。資生堂ハンドインハンドコール。あ、はじめまして、ケミオと申します。こんにちは。ケミオさん、はじめまして。コロナウイルスに関する質問をあの今日はさせていただくんですけど、嗅覚が低下したりだとかする人って、まあ、かなり多くて、はい、まあ、ご飯を食べても味がしないとか、まあ、それだけでこう精神的な苦痛とかも多いみたいですし、自分でものすごく手をよく洗ったっていうふうに思ってても、はい、雑菌って全然なくならないので、まあ、これでもかっていうくらい洗ってもらって、であと保湿してもらって。やっぱりそういうことを、めんどくさがるかめんどくさがらないかで大きなことにこうつながるんですかね。うん、と思います。やっぱ先の見えないこの、なんていうの、ゴールの見えないあのこの戦いだからこそ、やっぱりいろんな不安のことを思って今生活してると思うんですが、コロナになる不安とか焦燥感とかも強いと思うんですけど、はい、前向きに楽しく過ごしてってほしいです。そうですね、あの明るい方に、やっぱそっちの方にこう目をやりつつ生きていこうってことですね。私たちにあのできることって何ですかね？やはり手指衛生ですね。あとは食事して栄養状態つけて、しっかり睡眠をとって、で自分が今何度なのかとか、はい、熱があるのかどうかっていうのを毎日意識してチェックすることが大事だと思います。じゃあもう本当に手洗いうがいはもちろんですけど、その自分の体調チェックをこまめに毎日行うっていうのが大切になってくるんですね。一つ一つを面倒くさがらずに、まあ、しっかりやっていくことが、まあ自分そして他人の、まあ、命を守っていくんだっていう、やっぱり非常に大切だなって僕も改めて学びました。だから手守り習慣、手洗いの場合はしっかり洗って、消毒液の場合は一番下まで一押ししてなじませる。どちらも最後はハンドクリームでしっかりケア。対象商品の利益を医療現場のサポートのために寄付します。みんなも手守り習慣続けてこう。シェアしてね。